はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、ベイブレードトーナメントグランドチャンピオンシップでございますね。1回戦やってきましたけれども、今回はですね、準決勝と決勝をやっていきたいと思います。はい、まず準決勝第1試合はデスサイザーヘビーディフェンス対ユグドラシルナックルユナイト、第2試合はダークデスサイザーグラビティオビット対ゼノエクスカリバーアッパーオビットですね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。ではまず先に私がデスサイザーヘビーディフェンスでいきます。はい、僕がユグドラシルナックルユナイト。はい、3-2-1ゴーシュ。やっぱりユグドラシルを応援したい。うん、けどどうだろう、やっぱり王者か。3-2-1ゴーシュ。こっち見るとユグドラシルもすごい安定してんだけどね。お、デスサイザーの回転がゆらついてきたような。ちょっと弱まってるね。うん、いけるか完全に、あー、3-2-1ゴーシュ。デスサイザーいい勝負なんだよね。うん、ちょっとスタイナーなくしてるかな。ヘビーディフェンス王者くんはやっぱりね、丸いディフェンス、丸いレイヤーがさあっと、あ、はい、米交換してエイシンくんがデスサイザーヘビーディフェンスで、私がユグドラシルナックルユナイト。 3-2-1 ゴーシュ。いけいけ、頼むなんとかこのデスサイザーを粉砕してほしい。デスサイザー不規則な動きしてたね今。ダメかな。あーっと、斜めについたか。あー、 3-2-1 ゴーシュ。当たれ、当たった。おーっと、おー、しかったもうちょっとでオーバーフィニッシュだったな。あー、強い。 3-2-1 ゴーシュ。やっぱね、これあれかね、シールが飛んでんのかな。なんかたまにキラキラが落ちてくるよね。うん、あ、落ちてる。あー、強い。はい、ということでデスサイザーヘビーディフェンスが7ポイント、ユグドラシルナックルユナイトがなんとノーポイントということで、デスサイザーヘビーディフェンスの決勝進出でございます。はい、ではまずエイシン君がダークデスサイザーグラビティオービット、そして私がゼノエクスカリバーアッパーオービットですね。 3-2-1 ゴーシュ。ちょっとね、ゼノがね、1回戦すごい強かったからね、うん、この意地を見せてほしい。うん、どうだ、ゼノって四天王だっけ。うん、あ、そっかそっか。でもやはり、あー、きついか。あー、3-2-1ゴーシュ。おっと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 、すごい。3-2-1ゴーシュ。いけ、ゼノエクスカリバーなんかやっぱ勝ってほしい気がするけど、真ん中に持久になっちゃうときついんだよな。うん、ワーストすればゼノエクスカリバーのもんだけどね。そうだね。あー、2つだよな。あー、ダメ。お、同時同点だ。じゃあ両方とも0点だね。うん、米交換でエイシン君がゼノエクスカリバーアッパーオービット、私がダークデスサイザーグラビティオービットです。 3-2-1 ゴーシュ。結構いい勝負。おお、うおー、いじめてた、また。 3-2-1 ゴーシュ。あ、ごめん、当たっちゃった。いけ、あ、あ、やっぱりゼネックスカリバーあれだね、カウンターとこの剣に当たった時の一発のダメージ、うん、がいらないときついかな、だな。うん、3-2-1ゴーシュ。こうなると、エクスカリバーがね。そうだね。はい、ということでダークデスサイザーグラビティオビットが3ポイント、ゼノエクスカリバーアッパーオビットが4ポイントということで、ゼノエクスカリバーアッパーオビット決勝進出です。イエーイ。ということで決勝戦はこちらのデスサイザーヘビーディフェンス対ゼノエクスカリバーアッパーオービットになりました。はい、じゃあエイシン君はデスサイザーヘビーディフェンス。はい、じゃあ私がゼノエクスカリバーアッパーオビットでいきましょう。はい、3-2-1ゴーシュ。
勝負。ウール、ウール。どっちだ？これはゼノ。どっちだ？いけるか？いったー！スリー、ツー、ワン、ゴー！おっと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 。いけ、ゼノいけ。やばい、カウンターに当てちゃった。スリー、ツー、ワン、ゴー！フィニッシュ。すげえ。米交換でエシン君がゼノエクスカリバーアッパーオービットですね。はい。で私がデスサイザーヘビーディフェンス。スリー、ツー、ワン、ゴーセン。いけ、いけ。あーこうなると。いやーこうなるとね、でゼノはきついね。うん。新モード担当してほしいんだけど、あーやっぱり無理か。お願い。あー。スリー、ツー、ワン、ゴーセン。いけ。おいい子、シンクがすごい頭振ってるけどさ、この思いはゼノエクスカリバーに通じるか。スリー、ツー、ワン、ゴーセン。さあこれでゼノエクスカリバーはもしバーストさせることができれば逆転勝利なんだけれども、もうこれはダメか。どうやらデスサイザ ー。はい、ということでデスサイザーヘビーディフェンスが4ポイント、ゼノエクスカリバーアッパーオビットが2ポイントということで、グランドチャンピオンシップ初代王者はですね、デスサイザーヘビーディフェンスでした。はい、おめでとうございま す。というかまあ当然だね。そう、大体分かってたよね。うん、当然の結果。もう大会でもね、禁止されてる米ですので、うん、これが最強米でしょ、やっぱり。うん。すごかったね。うん。動じずにバーストさせることもできて、すごかった。安定で長持ちして、素晴らしかったですね。はい。はい。でも、ゼノエクスカリバーは惜しかった。ね、すごい頑張ったね。うん。すごい面白い戦いをしてくれました。うん、楽しかったね。うん。はい、ということで今回はベイブレードトーナメント決勝決勝最後に失敗してしまいましたよ、シン君ね、はい。ということで今日の動画もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい。おー、ずるいことやったぞ。ということで今回もやっていきましょう。質問回答コーナー。イエーイ。ごめん、また間違えた。コメント回答コーナーでした。ごめんなさい。仮面ライダースナイプレベル3 VS 仮面ライダーエグゼイドレベル3、レベルアップライダーシリーズの09のコンバットゲーマーの動画のコメントに回答していきたいと思います。はい。わら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 さん、はい。まえちゃんさんはサンタさんに何を頼むんですか？え、僕？エイシン君じゃなくて僕？たぶん2人とも飲んだと。まえちゃんだから、まえちゃんのいるってことで2人かな。2人だと思う。うん。僕はですね、これパパの手ですけれども何も頼みません。僕は別に何もいらないです。エジ君は？なんかカブトムシが欲しいなと思って。カブトムシね。生態は多分難しいだろうね。高橋フック船長、仮面ライダーの映画見ますか？見ます。見るね。見る予定でございます。チャンネル AJ さん、エジン君はベイブレードでおすすめの改造はありますか？あと動画投稿頑張ってください。だってありがとうございます。ありがとうございます。エジン君のおすすめ改造は？まあね、今回優勝しましたから、うん、これだろうね。でもこれ手に入らないからさ、うん、となるとやっぱこっち、うん、ヘビだけが今と手に入るよね。そうだね。デスサイザーとデスサイザーとディフェンスは手に入んないからね。うん、こっちじゃないじゃん、うん、こっちはもう手に入る。アッパーウィット、ジュノエクスカリバーは普通に相談者と同じについてきて、アッパーはホーリーホースードについてきて、オービットはワイルドワイバーについてきてます。そうかそうか。じゃあ手に入りますね。はい、うん、いいんじゃないですかこれ、うん。まあ、もちろんこれはね、皆さんに教えてもらった改造ですからね。梅、はい、ちゃんさん、お米回答待っています。僕のアイコンのお米どう思いますか？だって米、うん、普通にうまそう。そうだね、うん、美味しそうだよね、うん、ご飯エイシン君大好きですからね、はい。ハンバーグとご飯の組み合わせがあったらエイシン君大人一人前あっという間にペロリと平らげますからね。はい、はいはい。ということで、今日のですねベイブレードトーナメントの動画の回答はですね、この次の動画で回答したいと思いますので、ぜひコメントをいただけると大変嬉しいですね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。